カズチンてめえ、チンコで恋してんじゃねえぞ。皆さんこんにちは、夢蔵です。今回は彼女をお借りします。第4話について語っていきたいと思います。もうね、めっちゃ面白い。今ね、第4話を見たばっかりで、もうね、すぐ動画撮ろうと思って撮ってますそんな感じなんですけどもね、最初に言ったね、冒頭のセリフなんですけど、第4話のね、主人公の友達がね、言うセリフなんですけどもね、もうね、かっこいいもうこれ、この動画見てる人は、第4話を見たっていう人に向けてやってるので、もうね、見てない人はもう完全にもう全く分かんないと思うんですけども見てるっていう前提で話しますので、主人公の友達のね、キベちゃんが、主人公が、もうデレデレしてるわけよね、元カノに。ね、あいつデレデレして、もう明らかにね、もう嘘だのに、マミちゃんも明らかに主人公を遊んでるだけなんだよね。それっぽいことしてね、なんか急にキスしたりして、岩場でなんか二人きりになって急にキスしたりして、もうね、もうなんなんあいつって思うよね。もう水原めっちゃ、もう、レンタル彼女だけど、水原めっちゃいい子で、レンタルなしにしてもめちゃくちゃいい子、可愛いし、スタイルもいいし、性格もいいし、もうね、最高の彼女なんだけど、レンタル彼女だけどね、レンタル彼女なんだけど、そのね、水原をね、もっと大切にしよう、邪険にね、ちょっと雑に扱うんだよ、主人公は。もうずっとね、もう1話からイライラしてる主人公に対してね、皆さんそうだと思うんですよ、もうフラストレーション溜まってきてるんですよ、もうクズだから。嘘は何回も積み重ねるし、もうなんか、育児なしだし、もうなんかね、でも本当うまいんだよね、リアルな童貞って感じなの、リアルに。で、初めて彼女ができて、もう何もしないうちに別れちゃってムンムンしてる大学生の童貞って、多分本当にリアルはこんな感じだと思うんだよね、そこを描いてるのはすごいうまいなって思うんだけど、もうやっぱね、そのリアルをね、アニメで見るとね、もうね、イライラしちゃう気持ちわかると思うんですよ。そんなね、イライラして主人公に対して、俺らのイライラをね、友達のキベちゃんがね、もう解決してくれないよ。もう主人公が、そのもう彼女と別れるからみたいな、もう俺別れるからみたいな、みんなの前で発表するの。そのみんなはレンタル彼女ってこと知らないから、レンタル彼女はもうやめるよっていう意味で、みんなには彼女を別れるって公開して、元カノのマミちゃんとより戻せると主人公は思ってるからね、皆さんの前で発表してマミちゃんに告白する気だったので、それを聞いたキベちゃんはもう怒り出して、殴って、もうてめえチンコで恋してんじゃねえぞって、もうめっちゃ名言じゃないこれ。確かにと思うのもね、チンコで恋してんのあいつ、マジでチンコで反応して、もう行き当たりばったりだから主人公って。もうね、それもすごい的確で、そのセリフが。で、もうボコボコしてるのよ、主人公も。でも主人公もやり返してんだけど、その途中でちょっと痛いごめんってみたいな、主人公やられるんだけど、もうそこもね、リアルよね主人公殴り返すんだけどやられちゃうっていうね。キベちゃんもね、もう そこがね、めっちゃかっこよかった。で、それだけじゃないよ、キベちゃん。その後に、その彼女、ヒロインのね、水原、レンタル彼女なんだけど、と二人きりで話して、主人公って、あんなだけど、あいつあんなだけど、本当はいいやつなんだよって、陰で言って、しかも二人に、ごめんって意味を込めて、二人には時間が必要だろうみたいな感じで、フェリー券あげんのよ。二人で行く、二人きりの券を。もうめっちゃかっこよくない？もうお前主人公でええやんぐらいのね、感じのやつなんですよ。もうね、これ分かる人いっぱいいると思う。すげえ共感してくれると思うんですよ、皆さん。いや、恋愛もののね、主人公の友達っていうのは毎回すげえいいやつばっかりなんですけど、その中でも、もう抜群にいいやつ、かっこいいなって思ったキベちゃん。顔はブサイクだけど、なんかすげえかっこよく見えたもんね。俺がヒロインだったらもうキベちゃんの方行きたいもん、なんでこの主人公がモテちゃうんだろうってね、本当思っちゃう。多少はいいことあるけどね、でも最後の4話の最後で、水原が熱が出て、フェリーから落ちちゃうんだよね、海に。その時に躊躇なく主人公が海に飛び込むの、そこだけはマジかっこいいと思った。
だってその電話してんのよ、元カノと電話してて、今から行くねみたいな、ずっとプールで待ってるからとか言われて、あ今から行く行く、 あと何分で行けると思うよみたいな、デレデレしながら電話してんのに、水原がおったって知った瞬間に携帯を投げ捨てて海に飛び込んだ。そこだけはかっこよかった、うん、はい、そんな感じですね。第4話もう第5話が早く見たい、うん、めちゃくちゃ面白いじゃん、カノカリ、めちゃくちゃ面白いわ、早く見て、ということでね、まあ、第5話主人公がかっこよくなってくれることを祈って、うん、待っていたいと思います。それでは今回これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。